社食野球場、英語、ソジックベースボールスタジアムは、韓国富山広域市、アズマライクにある野球場。久保リーグで最初に1シーズン観客動員数百万人を突破し、2008年には137万人を記録した人気球団のロッテジャイアンツの本拠地。収容人数約3万人。日本の横浜スタジアムをモデルとして作られた球場である。近年は、 ボールパーク化のための改修を重ね、フィールドシートやスタンド席の増設、グラウンドの天然芝化が行われている。日本の横浜スタジアムをモデルとして作られた球場であり、1986年以降、ロッテジャイアンツが本拠地として使用している。2002年はアジア競技大会の野球競技会場としても使用された。2005年6月28日には、 日本プロ野球の千葉ロッテマリーンズ福岡ソフトバンクホークス戦が行われる予定であったが、工業面での調整がつかず中止となっている。会場当時は、韓国初の人工芝の球場で2005年までは、人工芝のグラウンドであったが、選手たちから硬いグラウンドで故障しやすいという苦情を受けて2006年から全面天然芝となった。2008年、 姉妹球団である千葉ロッテマリーンズの本拠地である QVC マリンフィールドと同様に内野バックネット裏にリボンビジョンが設置された。収容人員は球場の施設を所有、管理する不山広域市側による公式資料では同球場は三万百三十三席となっているが二千九年から内野にエキサイティングゾー設置などで需要人員を減らし野球の公式戦では 満員で28,500人になるように調整された。2012年の公式戦開幕に備えて、スコアボードのボールカウントを、サブ表示から、ビゾ表示に変更した。また同シーズン前に、背番号、11が、ロッテの永久欠番となった、蔡東原を称えるメモリアルプリントが一類、側ベンチ前に設置される。2012年11月8日から11月11日に、 かけて、プロ野球アジアシリーズ2012が本球場で開催された。2014年シーズン前にスコアボードを全面表示タイプにリニューアルしている。ありがとうございます。